はい、注目に対戦のコーナーです。週刊ギャロップの和田です。はい、サンスポイタズです。お願いします。はい、今週はジャパンカップでアウィークですけど、はい、前日に京都で京都にサイステイクスですね。はい、そうですね、うん、ありますね。まあ札幌にサイステイクス勝ったアドマヤエイカが出てくるんですか。うん、出てくるんです。出てくるんですか、うん、どうでしょう。もっとどうでしょう。いや、エイカンはこの2歳組がまあ微妙ですけどね。クロコスミアは頑張ってるけど、そうですね、プロフェットが ね、あのこの前ハギステイクスだったのね、進化に負けをしてしまったこともあって、レベルがどうなのかというところはありますけども、うん、まあ、とりあえず有力視はされると思うんですけどね、はい、まあ、京都の馬場でどんな感じかなっていう感じですかね、うん、そうですね、まあ、この吉場とはね違うでしょうし、うんうん、まあ、正直あんまりこう強く押せないような一押しという感じではないですよね、うん、なかなかね、うん、まあ、この時期順調に使って勝ち上がってきた馬もいるので、はいはい、まあ、そのあたりの注目かなと思うんですけど、はい、どれでしょう。いや、どれなんですかね、まあ、関東からも今年は珍しく2頭参戦を表明してまして、うん、はい、まあ、ケルフロイデっていうのは2戦2勝なんですけどね、はい、これもまあなんかうまく運んでのところなんで、ただ小回り内回りを求めて加藤調教師はここに目をつけたということで、うん、その辺でうまく展開持ち込めればなというところですけど、それならばリスペクトアースな気がするんですけどね、私はね、うん、これなかなかデビュー戦の勝ちっぷりというか、まあ、マンハッタンカフェサンクらしい走り方というかですね、大飛びで、うん、ちょっとスケール感じたんで、まあ、うまくねこれも逃げ切って立ったんで、そうならなくなった時のどういう競馬をするかというところですけど、まあ、慎重な小笠原調教師もちょっと先に期待を抱かせるというコメントを口にしてたぐらいなんで、相当惚れ込んでるのかなっていう感触はありますね、はい。まあ、僕は、まあ、京都の内回りなんで、はい、アービンジャーさんとドレッドノータスがちょっと怖いかなと思うんですけど、まあね、良血なんでそれなりに人気はねすると思いますけどね、うん、あとは松田国、そうですね、好調ですね、好調な、何でも勝っちゃう ね、 今年からねそうですね、うん、まあ、そのロライマンですか、はいはい、この辺りが有力になりそうですかね、はい、そうですね、はい、はい、というところです。はい、はい、あとは何かありますか。まあ、ベゴニア賞とかカトレア賞とかシラギック賞とか今週は2歳戦がねいっぱいあるんですけど、はい、血統馬が揃うのは京都のシラギック賞かなっていう感じですかね。まあ、とりあえず注目集めそうなのはダイリーハイをパスしたサプルマイン。ああ、はい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 。これは走るでしょう。熱戦は強かったですね、かなりね。まあ、ちょっと体調整わなかったのかなんだか分かんないですけど、うん、はい、パスしてこっから阪神ジュベナイルフィリーズでというところなので、これジャパンカップの日ですか。そうです。裏ですね。京都ですか。はい。ああ、だから。そうなんです。今回は松山騎手が代打なのか分かりませんけど。うん、することになったようですけどね、はい、これ連勝を決めればジュベナイルフィリーズでも、ね、10人気になるレベルの馬だと思いますので、あとはダンスインターボルトのこのカイザーバルとか、はいはい、この辺も巻き返しに注目かなというところです、はい、あとは何かありますか。あとですか。ないですか。ベゴニア賞、これジャパンカップの当日、うん、まあ、ここから采配行くのはいつもパターンね、あるんで。僕はルノートルですかね。あ、うん、まあ、扶養ステークスはね、4着でしたけど、まあ、4コーナーあたりまではね、うん、まあ、いい感じで来てましたし、まあ、そこから先は 2000m の距離がちょっと影響したのかなっていう、なるほど、ね、印象もあるので、はい、まあ、東京のマイル戦だったら本領発揮かなという印象は、ね、はい、受けます。はい、あと注目は、まあ、ティソーナと、はい、久々にティソーナと、あとナイトインブラックですかね、うん、お兄ちゃん勝ってますからね、このレース ね、 そうですね、このレース勝って、まあ、当時は中山の朝日会でしたけど、はい、連勝につなげてるんで、この間も強い勝ち方でしたね、まあ、勝ち上がるまではね、時間かかりましたけどね、はい、まあ、戦力に伸びてどんな競馬をするか、まあ、ムーア騎手ということで新たな面を引き出すかもしれませんので、はい、そのあたりにも注目したい、はい、というところもいいですかね、大
丈夫ですね、はい、完璧です、はい、ということで、はい、お楽しみください。